よ。なるほど。沢城さんに、一言申しください。へいへい。恥ずかしがるとすぐ怒るところがうるせえ。そんな君が好きだ。うるせえ。なんかオリジナルのこう質問だって。あ、忘れてた。そうだよ。杉田さんって、うん、何を主目的に生きてるんだろう。生き残りかな。生き残り。多分この今の仕事やってなかったらそんなに社会に適応できてる自信がないんで。うん、そうだね。うん、うん、そうだねって生き。で今はある程度そのこの仕事10年ぐらい続けられたから、うん、何でもないゴミクズだった頃に優しかった人たちの恩義に応えるっていう生き方に変えた。それをお芝居で返してくって意味ですか。そうそう、マイク前とかね。何でもない新人の頃に僕を抜擢してくれた人ってやっぱすごい恩義感じるし、うんうん、そうです、ね、こんな奴に優しくしたって何のプラスにもなんないのに、うん、ね、そんなことないですよ。そう、優しくしてくれた人たちっていうのは本当かけがえのないものだと思ってるんで、真面目に言うとそんな感じ。なるほど、素敵。いい話、うん、すごいですね。なるほどね。いやいやいや、じゃあこのね、沢城さんは昔からずっと可愛いって来るんだよ。は？そう、はは。そうそうそう。だから子供の頃から多分役者だから。そうですね。その大人の年齢になっても、うん、妙なところ子供のまんまなんだよ。でそれを、それで、え、何なんですかそれって、知らないところでこうなんだよって嘘を教えて、へえ、そうなんだって言って、後に嘘だって分かると殴りかかってくるっていう。あれ嘘じゃねえかって言って。嫌な雰囲気だ。いや、さすがですね、みゆきは。子供心に、ね、私ギリギリまで日本地図逆に書いてたからね。面白すぎるだろ。そう、だからラジオやっててもね、うん、あの結構飛び道具が出てくるわけですよ。ピーは知らない部分もね。それが可愛いんだって。そう、それね、照れたりしたりするところがね、うん、可愛かったりする、ね、だからあんまり知られない方がいいと思う。そして沢城さんも恥ずかしがると、うん、怒る。可愛らしい、そこはね、隠す。恥ずかしがってないんだよ、怒ってるんだよ。怒ってないでしょ。怒ってるんだよ。そう、恥ずかしいの隠すために怒ってる。イラッとしてるんだよ。全然。ゲットアンガーだよ。それがうまく隠せてないから多分可愛いんだと思う。ね、次読むメールがない。次に読むはずのメールが見つからない。じゃあその間にじゃあちょっとみゆき探しといて。そしてじゃあ、あの。